お疲れ様みんな。どうも。もうね、ふわっちはさ、もうやりたくないね。マジね、民度低いから。本気でも嫌だ。たぬき違うな。そう。すっごく嫌だ。低すぎて。ガキしかいないから。どうしたの？炎上ニュースだけやりな。ブロック入れとくか、こいつな。くるみポンチってやつ。どうもお疲れ様です。その間にツイキャスやりませんね。すいません、やらなくて。やっぱね、匿名性じゃない、やっぱツイキャスの方が俺は楽でいいわ。で、皆さん報告があります。僕ね、熊の家から出て行きました。熊の家出て行って、で、今現在ね、新しい女性の家に引っ越しました。名前は、ロビンちゃんです。ロビンちゃんの家で一緒に過ごしていきます。いい？どうしたの？いいよ。でもね、本当に嫌だったら言ってほしい。俺ね、ロビンが悲しい顔見たくないから。本当に嫌だったら俺も普通に出てってホテルで過ごすよ。今なら考え直されるよ。正直でいいよ。本当にいいの？言って。だって仕切られてるし。本当、だんだん多分嫌になってくると思うよ。俺がいると、横に。俺ね、ロビンのこと本当好きなんだよ。思いとしてはね。だからあそこで彼女募集取ってるの。うん。ロビン、ありがとうね。デブは暑苦しいし、狭いし、まあ、ブロック入れるわ、これ、シー君ってやつ。なんで俺ここまでやれなきゃいけないの？俺、何もしてないのに。でもそういうことらしいよ。どうなの？いや、全然。あ、ほんと？デブで暑苦しい、臭いらしいよ。全然広いじゃん。全然。あ、そう？じゃあ大俺丈夫。映して、じゃあ。どうやって。あ、しからがんない？どうなんだろうね。これ、邪魔な方になるのかな。じゃあ、はい。邪魔かな、俺。どう？どうすかね。まあ、ここで寝るんだよね、俺は。リスナーさん、どう思う？邪魔俺。パンダって書いてある。で、ロビンちゃんの家、あの部屋がここ横なんだよね。で、俺が寝る場所がここなんだよ。で、どう思ってんのかなと思って、みんな。パンダ。いや、もっとえげつないコメントあるでしょ。邪魔すぎるな、豚って。なんだって言なんだそのコメント。意味がわからないよね。パンダがかわいそう。貸して、文句言うわ。意味がわからんわ、お前ら。なんだお前ら。それひどくない？真面目に。俺ってやっぱ一人の方がいいのかな？なんか、女性と一緒にいると、なんか女性がかわいそうっていうコメントに流れるんだよね。何もしてないのに。
一人でよっかな、もう。ね、ホテル生活しよっかな、今後。そうすんの？コメランがひどいから。だってもうなんか、もう俺ね、もう叩かれる放送したくないの。落ち着いてやりたいからさ、配信を。だ一緒に住んでやるとなんかね、女の子を叩くやつもいるし、俺も叩くやついて、なんかもうレベルが低いやつしか集まんないんだよね、俺のリスナーって。だからそのレベル低いリスナーさんが集まるしかないから、もうちょっと疲れちゃうんだよね、やってて。付き合えばそういうことがなくなるってことでしょ。そうなんだよ、なんか不思議な関係性になるからさ。同居人だとやばいってことでしょ。うん、この流れだとね、せっかくなんか積み上げてきたものも壊れそうだから。だからもういらないかなっていう、リスナー。コメント欄でね、ゴミみたいなコメントしか書かないやついるから。だからもうそいつブロック入れてるよ、もう。ニートが何を積み上げてきたんだよ。これ NG ね、こういうのも。リスナーいらないの？リスナーいらないですね。もう。いらないです。俺は、もう俺で生きていくよ。こう叩くようなリスナーいらないよ、俺は。俺のことを本気で好きでいてくれるリスナーがいいね。リオ？じゃあもう NG 入れとくか。仕方ないね、もう。あのね、配信を俺はね、やってるんだよ。で、それでなんか言われたって言ってる人いるけど、リスナーいらないっていうのは俺のこと叩いてるやつね。で、いらないって言われたと思ってる人は、じゃあそれを叩いたってことだから。ね、俺はアンチに対してのリスナーっていうのはアンチも入ってるから。囲いに対して言ってないから。それを言ってるんだったらもう俺は別に、あ、なんか、あるんだなって。言ってたんだなって思うよ、普通に。普通にね。だからこのメロンちゃんっていうのもアンチかなと思っちゃうね、俺は。青茶ばかりやすベタル社長。アンチもリスナーなのにね。ナイスボタンありません。まあでも俺ほんと家なくなったからさ、もうどうしようか。この家追い出され、家がなくなったらさ、もう俺どこも行くあてないわ。いやだって。ほんとないんで行くあて。いればいいじゃん。行っていいのかなと思っちゃって、コメント欄見ると。俺みたいなカスは。だ、外で配信すれば。俺カスじゃん。目が怖い、うん、すごいゴミかすじゃん。コメント欄もひどいしね。いや、いいよ、かすは間違いないけど NG 入れとくか、うん、仕方ないもん。このかすはかすに入れときます。ちょっと鉛筆削りに入れとく。でも私がいい、鉛筆削りにね。うん、だからこれ一番いいのは付き合ってくれればもう取れればいいんだけど。こっちに持ってこうとしたでしょ。そう、付き合ってくれるならね、うん、俺もねこうやって叩かれないし、お互いに付き合ってるっていう状態になれるからね、また付き合いたいんだけど。でも無理強いできないからね。同居人はあれってことでしょ。同居人はまあ俺は本当に好きなんだよね、まずそもそもが前提として。だから
付き合いたいっていう気持ちの方が強くてね、だから一緒にいたいっていうのがあるんだよね、うん、コメントとか関係なしにね、うん、うん、だから付き合ってほしいっていうことを今言っとく、うん、立場が逆転したの。ちゃんとお願いしなね、俺と付き合ってください。誰でもいいの？え？誰でもいいわけないでしょ。なんで水を差すのお前。俺真剣に今付き合ってくださいって流れだったじゃん、ね、今一瞬パッて見たらその、なんのお前のコメント、なんで水差すの今。かわされた気がしたんだけど、気のせい。俺と付き合ってください。遅い。え？遅い、もう遅い。遅い？あ、もういい。それは答えになってないけど、遅いっていうのは何なの？私が付き合ってほしいって言った時に付き合わなかった。あね、うん、で俺今言って遅いってこと、やり返し、やり返し、そう、うん、でも次言ったら遅いって言う俺は。遅いって言う？うん。じゃあ妥協してよ。だから彼女、次の家が、家じゃない、彼女ができるまで。で俺ほんと彼女作るよ、それだったらすぐ作るよ。いいよ、じゃあもう作るわ、うん、ごめんやけど、うん、ティンダーするの？いやもう LINE で一発電話かければもう付き合ってくれる子いっぱいいる。じゃあかけてみなよ。うん、悪いけど今からかけるらしいです。うん、ごめんやけど、うん、いいよ、付き合い、じゃあかけて、うん、かけるわ、うん、悪いけどね、うん、一瞬だよマジで。いいよ、じゃあかけて、かけて付き合おうって付き合って、うん、でもいい、うん、もう付き合いたいから一瞬で付き合うわ、うん、うん、あ、いたいた、かわいい。知ってる。え、見てたんじゃない？出たら付き合わなきゃいけない。出ないわ。うん。いやまあこれは何人かいるから候補としてね。うん。じゃあ付き合ってみて。うん、じゃあこの子にするわ。俺だから付き合うとも一緒に付き合えれよ。うん。悪いけど。え、切られたんじゃない？もう、なんなん、今切られてる。切られてないよ。あ、ちょっとこの子行くわ、うん、あ、いた、もう絶対付き合える子。絶対付き合うんだね。いや、付き合えるという表現出してくれる人を今電話してる、うん、キイちゃん。あ、もしもし、キイちゃん久しぶり。キイちゃん、キイちゃんでしょ。キイちゃんって誰？キイちゃんだよ。え、私キャリーだよ。で、キイちゃんじゃん。ああ、うん、あ、そう、キイちゃん、あ、そういうこと。そう、俺今、前もそう呼んでたじゃん、キイちゃんって。ああ、前の日忘れてたの。ああ、ごめんね。うん、キイちゃんさ、俺もうほんと家追い出されちゃってさ、もう行く当てなくなったのよ、金もないし。大丈夫なの？ね、もう辛くてさ、今放送中なんだけど、うん、俺あんま言いたくはないんだけどさ、こんな男としてね、一回ぐらいしか言いたくないんだけど、キイちゃんと付き合いたい。え、パルパル
なの？まあ好きっちゃ好き。びっくりした。ごめんね。配信外なんだけど。突然の告白びっくりだよ。ごめん。で、キイちゃんはどうなのかなって今。好きな人いるの？私はいないよ。そう。いないけど、前からパルパルのこと、すごく、なんか、なんかゆるキャラ的存在な、なんか、感じで、すごい、なんか、可愛いなって思ってて、すごくね、パルパルは大好きなんよね。そう、嬉しい。え、じゃあ、本気で今、配信外の電話なんだよ、これは。本気で。配信外なの？そうだ、配信外ね。うん。俺と、もし、付き合ってって言ったら付き合ってくれる？私でいいなら、喜んで付き合うよ。ほら、いいじゃん。ね？誰かいるの？あ、いる、今。横に。あ、そうなんだ。じゃあそういうあのまあキャリーちゃん。あの放送中なんだけど。やっぱり。そう、なんかごめんね、なんかその俺の本気の好きをその好きって、本気で言ってくれたのになんか茶化すような形になっちゃった。ごめん、なんか変な形になっちゃったねこれ。どうせも聞いとけば。これ茶化しみたいになっちゃったこれね。どうせもう聞きの大丈夫だよ。傷つけるつもりはなかったんだけど。さっきの告白は本気なの？告白はあの本当にキャリーのことは妹だと思ってるの俺は。で本当に、で本、みんなに見張ってね、俺のこと好きって言ってくれる人はいるんだと説明したんで、そしたらキャリーちゃんが引っかかったんで。あーマジか。だからキャリーちゃんのことはあの俺はもしね付き合えるか付き合えないかって付き合える。うん、可愛いし。ありがとう。でも今付き合う気はない。なるほどね。ごめんね。でも私は本当にパルパル好きだよ。ほら、優しい。なんかね、前からね、すごいマスコットキャラ的な感じでパルパル、かわいいなって。でもキャリーちゃんさ、そう言うけどさ、別の男となんかイチャイチャしてたじゃん。別の男？嫉妬？嫉妬ですか？別の男と。例えば？え、まず誰だっけ、あの火薬たるさんとか。ああ、火薬たるはでもあれは当時だって俺のことを好き好きって放送で上がってきて言ってくれてたじゃん、ツイキャスでね。その後に火薬たるさん好き好き言ってたじゃん。ああ、あれはね、でも正直嘘？全然本心じゃないよ。ほら、騙してたってこと？いや違う違う、あの火薬たるさんに言ってたのは、あれはもうちょっと正直。あ、そっか。え、じゃあ俺がマジでガチで好きで一緒に同棲したいって言ったらしてくれる感じ？もちろん。ほら、いいじゃん。ありがとう、キャリー。おめでとう。じゃあキャリーちゃん、パルパルが困ってるなら、助けたいしね。あ、 ありがとうね、キャリー。なんかもう泣けてくるわ。俺がキャリーに電話してね、ぶっちゃけね、ネタとして使っちゃった部分が今すごい後悔して罪悪感に追われてて、もうすごく病んでる今俺は。キャリーごめんね、本気で答えてくれたのに。すごくもう病んじゃって、もう優しい。ごめんね、傷つけるつもりというかそういうつもりはなかったんだけど、ごめんね。大丈夫だよ。キャリーのイベント頑張ってね、応援してるから。ありがとう。いつまでイベントなのこれ？
事情知らなかったかな。何？多分今日イベント最終日でね。うん。何？あ、ちょっと LINE 入れていい？うん、入れて。うん。どうしたの？ちょっと待ってね。うん、今打つから。うん。え、なんだろう、配信では言えないことなの、これは。そうだね、一応ちょっと LINE にしとこうかなと思って。うん、大丈夫？ちょっと待ってね。うん、あ、そうや、それあかんな、これ言っちゃダメだな、放送では。どうなんだろうね、一応ちょっと、ね、あ、いや、俺ツイキャスでやってれば大丈夫なんだよ。あ、ツイキャスなんだ。そうあ、ツイキャスだったら。え、なんでバンになっちゃったの、これ。なんか理由としては、うん、あの暴力行為って書かれてたね。あ、え、相手はなったの？相手はなってなくって、うん、いやでも運営さんもなんか正直一部始終を分かった上で、うん、ね、こういう対処してほしかったなとは思ったり。それはひどいね、なんか両者ね、両成敗っていう言葉あるからね。そうだよね、理不尽な感じするね、ちょっとね、これは正直ね、うん、大丈夫、ストーカーじゃないよね、相手。ストーカー2回来てるけど心配になるよ。なあ、ちょっと1分ぐらいで、あ、もう電話大丈夫で、ありがとうね、キャリーちゃん、それだけだから。あ、うん、まあいろいろあると思うけど、俺キャリーのこと応援してるし、うん、うん、あのキャリーちゃんの悪口言ってないからね。ありがとう、うん、ほんまありがとうね、キャリー。いや、こちらこそ。うん、まだで、パルパルも本当になんか、どうしようもなくなっちゃったらというか、うん、ね、私も心配な気持ちもあるから、よかったら頼ってね。あ、ありがとうね、キャリーちゃん。うん、うん、グッナイ、おやすみ。うん、おやすみ。病んでるね。え、キャリーちゃんいい子なんで、俺ね、キャリーちゃんの悪口一回も言ったことないと思うんだよ、放送で。なぜかいい子だから、好きって言ってくれてるし、うん、俺のこと結構ね、配信上でも好き好き言ってくれるしね、うん、恋寄せてくれる子はね、うん、どうしても可愛く見えちゃうんだよ。うん、俺はいい子だと思う。だからキャリーちゃんが、うん、今日ね、昼のふわっち炎上ニュースでボロクソに叩かれてたのね、うん、コメント欄でキャリーが悪いって、かわいそうだなって正直思った、その時本音で言うと。だってキャリーちゃんは確かにね、殴ったかもしれないよ。でもキャリーちゃんも女の子だし、ムカつくことあるの、やっぱね、やられたこともあるからね、全部が全部キャリーちゃんが悪いってのはかわいそうだなと俺は思ったね、ぶっちゃけ言うと。いいじゃん、いい子見つかって、うん、ね、まだいるよ、電話折り返し来てる、うん、じゃあ、しな、第2候補いっぱい来てる。第1候補なの、これ。あ、ひめちゃん、あ、もしもし、ごめんね、電話しちゃって。いや、全然ですよ。俺ね、今、静香ちゃんと一緒にいて。あ、そうなの。はい、一緒にいます、家で、うん、おい、静香ちゃん、俺家ないんだけど、はい、静かに止めてよ。あ、私の家ですか？いや、もうずっと止めてほしい。私の家は、うん、あの 寮だから。熱海だよ、熱海。うちはあかんの？いけ、やばい。うちあかん？あの、うん、シェアハウス的な感じだから。
ね。そうなんだ。じゃあ。パラパラうち来てもいいよ別に。え、マジ？だって部屋はだってすごい広いよね。そう、しみちゃんの家だったら。3LDK だから。え、家賃やばくない？いくらぐらいなの？わかんないけど。うん。あ、親が払ってくれてるから。え、すごい。そうなんだ。だからめちゃくちゃあの遠い部屋とかあるから、うんうんうん、そこに行ったらあんまり聞こえないんだよね声が。え、どこの家なの？あ、違う違う、一番遠い部屋、隣の部屋とかじゃなくて。え、一番遠い部屋ってあるじゃん。ちゃうねん、どこの家なの？そのどこら辺の家なの？国分寺とか府中とか、うん、めっちゃすごくいいとこじゃない？そこ、うん、いい都内じゃん。いや、でも駅近とかじゃないかな、うん、でね、これね、今ね、姫ちゃんズいろんな女の子に電話かけてね、俺のこと付き合えるかっていう電話の検証箱やってるんだけど、うん、姫ちゃんズ、俺はどうかな、タイプ的に言うと付き合える、本気の話でね。でもなんか本気の話で、気がするんですけど、俺がタイプじゃないって言ったの、姫ちゃんズを。うん、それは多分ね、マジで勘違いだと思う。あ、でも家も置くとこは、うん、だと思うんだけど、今回の件、うん、いや、チャーネン、姫ちゃんズ、それはチャーネン、あの、うん、姫ちゃんズが俺のことでもし付き合えるか付き合えないかっていう天秤の部分でかけて付き合えるかっていう話をしてて、だから俺と付き合えるのかなっていう検証枠です。本気で付き合えるかどうかっていう。いや、そんな深く知らないので。え、裏の裏まで知らないじゃないですか。あ、俺、うん、めっちゃあのすき焼き行ったし、ご飯食いに行ったし、キャスバーでも遊んだ記憶あるけど、そんな深くなかったっけ俺ら。え、すき焼き多分行ってない。あの、しゃぶしゃぶ焼いたじゃん。焼いてないです。湯通しで、湯通し、火のしゃぶしゃぶだから。え、多分パルパルとコラボしたの多分1回だけで。え、あのゼロワンと新やっちゃうの料理対決の時だけ。あ、なんか思い出してきたら腹立ってきたわ、料理対決。あれ絶対ゼロワンが好きだから入れたでしょ、俺のご飯がまずいとかそんなんじゃなくて。そんな、今思い出してきたけど、それはそんなことないよ絶対。だってゼロワンにこびてたじゃん。いや、え、いや、もういいよ、ゆめちゃんず、もう。え、でもまあ、あ、なんか思い出し怒りが来たわ、これ。そう、割と綺麗めの部屋だから、うん、あ、そう、分かった、ごめんね。じゃあ、そういうことで。うん、ありがとうね。あと、静か？はい。あの、りょうがね、あの、まあ、女の子になってるじゃん、今ね。はい。今、あの、ほら、昨日さ、一昨日ぐらい紹介したんだけど、はい、同伴してるって言って外国人連れてたじゃん。はい。あれは、どういう関係なの？あの、本当の、あの、お店で知り合ったお客さん。え、お店で働いてるの今？あの、ニューハーフバーで。あ、マジで？はい。見習いでやってるってこと？見習いっていうのは普通に入って。え、今6でやってます。え、その男の人とエッチしたの？は、してないです。その後、うん、普通走りから出勤だから、うん、あの、先にタクシーで行ってますって言って、うん、それで分かりました。だけどその後、うん、結局その人は来てくなる。最低じゃん。はい。え、ご飯おごってもらったの？そのご飯屋は。ご飯はおごってもらいました。で、その後に来なかったの？その後来なかった。ゴミじゃん、その外国人。だから今度来たらちゃんと来てくださいねってふうに言ったけど無理だったんだ。大変だね、いろいろあると思うけど。はい、またじゃあ電話するね、姫ちゃん。でもありがとうね、電話。あ、
うん、はーい。はい。すいません。第2候補。次。第3候補。あ、萌か？俺と付き合ってよ。こっちは、沼娘入るから。沼娘のオーディション受けるから嫌だ。何自慢今入れてきたの。いやいや、俺と付き合ってよって話なんだよ。お前のね、沼娘が入る自慢話聞きたくないんだよ。春日。ね？俺聞いてたら、付き合ってくれって話してんだよ、俺の。話聞こえてるの。沼娘のオーディション受けるから嫌だ、うん、あと足が臭いから無理。俺萌香のこと好きだよ。足が臭すぎて無理。萌香さ、これガチな話、今配信外なんだけど、うん、あのね、家なくなっちゃったんだよ俺。萌香がいいなら家一緒に住みたい。足が臭すぎてガチで無理。こオウムさんかよ。足臭くないよ。いいよ、マシクスはいいね、うん、やっぱりロビンが一番。いろんな視点をかけたけど、みんな悪ふざけが多いじゃん。本気で止める気もないし。いや、でもキャリーちゃんは本気だった。キャリーちゃんも冗談半分だよ。あ、そうなの。うん、じゃあそう、マンペロされたとか言われちゃう。してないね。したの。いや、してないけど、したって言われちゃう。本当にしてない。うん、そういう事案があったからね、うん、だから、うん、ロビン、この家にいさせてほしい。いいよ。ほんと？うん、ありがとう。1ヶ月だけいさせて。1ヶ月にいなくなるから。言ったね。うん、絶対2ヶ月絶対今年中。いいよ。1月にいなくなるから。1月に。1月にいなくなる。1月にじゃあ解約するわ、この家。え？解約するの、この家、うん、あ、だったら俺この家もらうよ。あ、いいよ。え、本当にいいよ、住みな。え？どういう話なの？もらいな。あ、ありがとう、ME ちゃん、ごめんね。俺 ME ちゃんと付き合いたい。いつも応援してくれるから。これ ME ちゃんがいつも応援してくれて付き合いたい。 ME ちゃん、ダメかな。付き合いな。付き合ってほしい、うん、あ、なんかもう一個からまた電話来てる。やり直したい。うん。港区、行きます。港区女子、来たこれ。 DM に送ってもらいな。うん、いいですか。見つかるわ。すごいお茶爆が。港区女子来てるよ。港区女子すごい、うん、パパ活していいですか。なんなんこの萌香は。電話俺からかけれないんだって。何を考えてるの。お休みごと解除して、ママ活しな、うん、ママ募集しな。俺から LINE するわ、ちょっと。ちょっとロビンちゃんと話させてよ。はい。ちょっとロビンちゃん、こんな豚で足臭くてもいいんですか？あ、全然臭くないんで大丈夫なんですけど。なんかちょっと多分お風呂入ったばっかなのかわからないけど、多分だんだん匂ってきますよ、この豚。油が出てきて、もう本当に夏だと、あのクロックス履いて生足の時本当に納豆臭いから、本当に匂いだけは気をつけてほしい、ロビンちゃん。でもすごい、ロビンちゃんの仲いい、ロビンちゃんがなんか今後なんかほんと臭くて耐えられなくなったらかわいそうでしょうがなくて。いや、ありがとうございます。でも仲いいですね、二人。
でもこのこういう喋り方するとなんか一緒に同棲してたみたいな喋り方。なんか付き合ってたのかなって熟年。エッチしたよ。いやそうなの、うん。キャスバーで。ねえもう一回俺らエッチしたよね。ラフォー行ったもん。けどあのキャスバーで。え？あのちょっとキャスバーで隣に近くに座っただけで足の匂いが納豆の匂いが流れてくる。じゃあやろ。もう一回ラフォー行ってね。一緒にお風呂入った時に味臭いって言ってきたのお前じゃん。それネタ動画撮ったやつじゃん。ただ彼女できましたシリーズで。でその後それ以外君とラブホなんて言ってないか。その時 C 君もいたし。エッチしたよね俺ら。してません。油となんて。俺したくないって言ったんだよ。モイカから来た。いや油は無理だから本当に。仲いい。なんか夫婦みたいだ。油は。もう電話してこないでちょっと鬱陶しいから。はロビンちゃんに会いたいんだけど、あのスタイルよくて可愛くて、お前みたいな豚に興味ないんだよ。おいブーメラン突き刺さってるぞお前。お前みたいな豚、こっち3キロ痩せたから悪いけど、こちら3キロ太ったね逆に お前みたいな脂身に興味ないから、ロビンちゃんもう鬱陶しいな電話かけてくれないよな。なんか夫婦みたい。同棲してたの？うん、してない。うん、すごくストーカーしてるんだ。LINE 俺無視してるんだ。LINE めっちゃ送ってくるから。これマジな話。ストーカー。俺と一緒に遊びたいっつってね、めっちゃ連絡来るんだよ。そうなの？うん。大丈夫？どうした？うん？大丈夫？うん。心配になってきた。まあちょっとね、まあいろいろ言われてますけど。本当に150キロある、まあるよ。殺してきた。やめて。本当にやめて。いない。もう出てって。ごめんなさい、出て返さないで。でも出てって、これ持ってなんか、うん、やめてよ、黒豚みたいな扱いですね。出てって本当に言ってる？本気で言ってる？ごめん、本気で言ってる？うん、本気で言ってる？うん、出ていく、本当に、うん、今、いや、いいけど、いい？うん、ごめんね、あと出ていこうと思ったけど、うん、よかった、優しくてありがとう。うん、今日は配信出たくないって言ったのに。よかった、危なかった。どうしようかなって今考えた。うん、この時間ってホテル取れないなと思って、金曜だから。いや、あるよ、いっぱい。でもホテルは。ラブホテルとかでしょ、うん、あと怪しい人いっぱいいるけど。もう俺さ、コンビニ行きたくない、正直。うん、歯ブラシ共同使っていい？絶対嫌だ。あの捨てればいいじゃん、あの歯ブラシで。それを俺使うわ、意味わかり言ってること。でもさ、歯ブラシさ、え、じゃあ私の使うの？そう、それ捨てる、だから使わなくていいじゃん、俺が使うから。あ、お茶ばかりやったね。え、ベロ磨きそれは何？使えるやつなの、これは。で、ベロ磨く。使っ、やってるの、それ。あ、これやってる。で、歯ブラシ、これ毛量すごい。そ、これ、だからもらっていいの？いやいや、ダメ。え？じゃ、俺はどうすればいいの？歯、歯磨きできないじゃん。で、家からさ、コンビニ近いんだからさ。あ、そう。じゃあ、それ行くか。すぐさ。俺、決めた。何？今から24時間、ツイキャス放送する。嘘でしょ。ほんと。ほんとに？うん。もう永遠とやる。もうダラダラ放送。垂れ流し？もう、あの、俺という人間を分かってほしい。
配信の頻度が低いから、うん、こういうねちょっとにわかなリスナーがつきやすいから、うん、昼間ずっとあそこで配信してるうん、もうやろうかなと思ってるよ。うん、ずっとずっとつけてんなこれ。うん、閲覧が1になっても枠切るわ。みんなありがとね。なんで枠切るわ。もうちょっと疲れてきた。とりあえず落ち着いてやりたいから。うん、だから私、うん、隠れてるか、隠れてるとかそっちの部屋にいるから。なんかもう俺わからんくなってきた、配信のやり方が。炎上ニュースばっかやってたからツイキャス全然さやってくれなかった。わかんない、もう何をやればいいか。何を やったらよかったっけ俺は。外配信お茶ばかりやと、やり方がわかんない。学校あろう。うん、今日はあのアマゾンプライム入ってんの、こテレビザ・ボイズ見るわ。さっき言ってたけど、うん、歯磨きしてお風呂入ってね、うん、もう一緒にご飯も食う、うんうん、ラーメン食べた。やけくそになってるけど、うん、じゃあ終わります。みんなありがとうございました。またやるんでよかったら来てください。はい、明日炎上ニュースやるんでよろしくお願いします。じゃあねー。めでたちょありがとうございます。めの奇跡どんちきありがとうした。みーちゃん港区だったらね連絡欲しいね、好きだから俺のね。あ、メタル社長、無の境地切った。メタル社長、うちの大エース、ありがとうございます。うん、あのね、メタル社長は、うん、会ったことないんだよ。なのにこれだけ投げてくれるの。会わないの。会いたいんだけど会ってくれないんだよ。なんで分からん。連絡は、連絡はするよ。ただ電話するけど顔もどういう人間なのかも分からん、うん、謎の意味してる男なんだよ。すごいよね。うん、どっちで誰なのかもわかんない謎の男。うわ、嘘でしょ、お茶箱やばいって。すごいチャンネルよ。じゃあでも終わります。放送ありがとうね、みんな終わります。明日炎上ニュース会いましょう。お疲れした。パルパール、バイバイ。